ジュン君、いつものこれです。あれ、こっち来ちゃった。はいはい、これね、これを差し上げますよ。いつもおなじみのこの光景です。なぜか、ジャン君はかじり用のラバー、ブラシとこのブラッシング用のブラシね、これ両方必要です。ブラシをされることが好きで、気持ちがいいとブラシをかじりたいということになりますね。こんなにブラシ好きの子っていうのは他にもいるのかな。ジャン君結構特別じゃないのかな。はい、自分でブラシ取りに行くもんね。こっちはかじり用じゃないんですよ。まあどっちでもいいんだけどね。じゃあ、爪とぎ乗りましたね。前からか。乗ってはいるけど、爪を研がないお二人。あ、くしゃくしゃってやると。研ぐか、研ぐか、研ぐか。ぽんちゃん。研がないね。ジャン君に気使ってんの、うん、だってジャン君が飛ばないんだもんって言ってる。そんな飛んでありません。はい、ね、ポンちゃん、うん、なんだろうね。おいでおいで。はい、おいで。どうぞ。おいでおいで。こっちへで。ポンちゃん、開けて出て行こうとしています。ポンちゃん、外寒いと思うよ。寒いよ、ポンちゃん。はい、ポンちゃん、おいで、おいで。はい、はい、ポンちゃん。はい、ポンちゃん、爪取りでいいんだよ。取りいいのに、捨てちゃったな。ポンちゃん、じゃあ、ポンちゃん、うん、ちょっとだけ取ってくれたね、さっきね。ポンちゃん、そのうち気づくかな。さっきどうだった、取り心地。どうでした、ポンちゃん。とてもいいんだよ。